チャオ、あっちゃんです。今日11月の12日、あっちゃんの朝ごはん。はい。パン、もうないねん。買いに行かなあかんね。セブンなくなったらさ、まあローソンまでそこやねんけどさ、もうついつい出ていくのめんどくさいな。まあ今日じゃ買いも行きます。では作っていきましょう。パンに今日はねトリュフオリーブオイルを軽くこう塗り込みましょう。これだけで十分美味しいけどね、これと塩さえあったらもうそれで美味しいんだけどね。ここにね、昨日の晩ご飯で作った、豚肉とかニラのやつね。うん、美味しい。オリーブオイルはね、美味しいね。昨日の晩ご飯のね、残り、これをのせます。もったいないんでね。ちょっとだけ残っちゃった。でこれにねチーズをのせて焼きましょう。今日はボリュームたっぷりです。結構スタミナがたっぷりちゃうかな。はい、これで5分と差で5分やります。はい、では焼けました。食べましょう。うん、寒い。今日はね16度ぐらいしかないねんね。まあでも足の裏が冷たいの、靴下はげっちゃ話だけどあかへんねん。はい、ではいただきますね。これいきます。お、うん、何これ、うん、分からへん。待ってみよう。おいしい。トリュフの風味がねうわっと効いて、豚さんの、脂のコクでちゃんと中からいろいろ入ってるからね、ニラとか野菜が、うん、やっぱトリュフオリーブオイルがニラニラしてる。うん、うん、おいしい。どっかにね、お買い物行きたいんだけどね。うん、どこ行こうかな。欲しいものがあって、こうやってこれ行くかな。これ行こうかな。決まってないんやけど、お買い物行かなきゃいけないから行きたいの。ついでになんかちょっとなんか欲しいなと思って、今週1週間の献立を考えて買いに行こうかな。でないとね、もったいないし。みんなどこ行こうかな。どこだろうかな。悩むわ。時間が中途半端やねん。まあ10時中準備しとってでの昼ぐらいになんねん。下手したら昼過ぎになるかもわからん。そしたら出かけてもよしな。そういう日もあるからな。だね。ちょっと考えて出かけよう今日は。難しいな、どうしようかな。ちょっと悩んのマジで。だ散策するか、町外に出るか。違う、町外出やなあかんねん。ちょっとお買い物すんのにね、町外からと売ってへんもんやねん。かなどっち道ね行くとこ決まってくんねんね。田舎ぐるっとドライブして桜へ降りて買い物するかな。何だよ、アレクサ。アレクサ、明日は何の日？1981年11月13日に沖縄本島で発見された新種の鳥をヤンバルクイナと命名しました。沖縄本島北部のやんばる地域にだけ生息する飛ばない鳥で、日本では約100年ぶりとなる新種の鳥の発見でした。ヤンバルクイナが見つかったやれて、いやね、こうずっとあって、まあね、この新種、いまだにやっぱり新種が発見されていくことがあって、世の中にね、まだみんな人間の知らない生物がいたり、ね、人間の知らないものがあったり、過去のね掘り起こし遺産があったりするけどね、これってすごいロマンやと思うよね。言ったらもう人間ってね、人間っていうか日本人って外国旅行行ったりとか、外国の何だか言うけど、日本の中でもまだ知らないこといっぱいある。まあ、これ何でも一緒やと思うんだけどね、どんな業界でもそう、医学でもそうやし何でもそうやねんけど、いまだに分かってないことっていっぱいあるねん。だからもしかしたら人間の住んでる中で人間に発見されてへん生物ってまだあともっともっと、今ね他本の2割程度しか見つかってへん。医学でも2割しか分からへんのと一緒で、残りの8割っていうのは国有林とか入っちゃダメよとか、人間が入れへんようなところに生息してたりするのかもわからへん。そうだったらもののけ姫に出てきたコロコロコロってやつとかは、ね、トトロとかいうのが実在してるのかもわからへんね。ネコバスが走ってるかもわからへんね。それはない。はい、まあね、マックロクロスケはいてるからね。マックロクロスケはね、あっちゃんも見たことあるのよ。昔々にね。なんかあれはいてると思うね。結構マクロクロスケ見たよって人多いね。ケセランパサランとかね、マシロシロスケねいたりとか、なんかそういうので、ね、人間の知らない生態があっても、動物だけじゃなく植物も含めてね、いっぱいあってもおかしくないよなって思うよね。でそれがまたロマンなんやけどね。だから人間地上で住んでるけど、ほんまに地下都市があって、地下都市で、ね、人間の今地球で住んでる人たちのご先祖様からの、ね、本来の人間本来の人間っておかしいけどが、ね、何かしらあって、古代の人間が、人間って人間の形で変かもわからんけどね、古代の知的生命体が地下になんだ、ああいう核戦争とかが起こって地上で住めなくなって、地下に都市を構えて地下でもう生活をしているないとは限らへんよね。言ってみたら核戦争ができるぐらいの、技術力を手に入れてたら地下で生きれんことないよね。そう思ったらモヘンジョダロとかカッパドキアとか、ああいうね、高熱で溶けた雷とか、隕石説あるけど雷ではそこまで町全部がそこまでの高熱になることはない。で隕石が落ちてた割には隕石クレーターもない。で地下をちょっとね土を起こしてみると、放射線反応がある。それも何千年何億年経ってるかもわからないけど、放射線反応があるっていうのもね、やっぱり何かしらあって。でガラス化した石、あっちゃん結構天然石好きやねんけど、天然石の中でも石の結晶のどうのこうのって言うけど、高熱入ることによってあれを人工で作ることができんねんね。っていうことは何らかしらの高熱でできたものが地下で埋まってる人工物じゃないのかなと、っていうねことを考えるとロマンがあるなと思ったあっちゃんでした。はい、またそんなこんなでね、都市伝説大好きなあっちゃん、そんな話ね、最近全然できてないねんけどね、またっちゃんは好きなんでね、いつか話したいなと思ってんだけどね、まあなかなか最近トーク動画撮れへんだけど、また撮れる時に撮って、いろいろ紹介していきたいと思います。だね、あっちゃん大好きなね、テレ東の都市伝説の番組またあるみたいしね、なんか「自伝スペシャル」とか言って YouTube に出てたからまたあるんやろうね。こっち奈良の方はね遅れて1月2月遅れて放送されるんだけどね、またあれ楽しみで見たりもするんだけど、まあ都市伝説とかね、目で見えるものじゃないみんながわからない本当なのか嘘なのかわからない情報、意外とあっちゃん好きやね。だってそういうのにはロマンがあるからね。ということでちょっと今日お出かけしたいなと思ってんだけど、まあわかんない、ちょっと自分の中でね気分が乗ったらお出かけしていきます。もし気分が乗らへんだら今日はお出かけやめます。ただでも欲しいもんがあんのよ。ちょっと新製品の情報をね得て、また新製品紹介したりとか、それもね YouTuber としてやっていきたいところやしね、頑張って、またそういうのを探して、ね、前向き動画を作っていきたいと思います。はい。ということで今日のあっちゃんの朝ごはんこの辺で終わりにしたいと思います。ではまたね。今日のあっちゃんの朝ごはん、トリュフを使った残り物のチーズトースト、めっちゃ美味しかった。ですごいスタミナ満点で、朝からちょっとがっつりかなってぐらいやけど、あっちゃんは今10時半ちょっと手前ぐらいだけど10時今20分ぐらいだけどもう胃も起きてるし眠も覚めてるからがっつり大丈夫やとは思うんだけどね。ただねご飯はね、朝ごはんは起きたすぐの眠たい間に食べる方が体にいいんやって。であっちゃんみたいなこんな変な時間に食べると太っちゃうらしいんで、みんな朝ごはんは起きたすぐに食べましょう。あっちゃんちょっとねいろんなことがあってね、朝なかなかいつも遅いね。子供お弁当作って送り出して、またもう一人送り出して、その後ちょっとゆっくりして、ね、ゆっくりする間にちょっとやらんなん処理やらんなんことちょっと何もかこなしてしとったらこんな時間になっちゃうねんけどね。いつもこんなんでねイライラしながら、イライラはせえへんけどちょっとイライラしながらもっと早く食べたいよって思いながら、朝食べてます。でこれがね、動画撮らへんならね子供と一緒に食べてもいいねんけど、朝のご飯も動画撮りながら子供と撮るのはちょっと違うと思ってね、これは朝はもうあっちゃん自分一人で食べるって決めてるから、そういうまあね動画優先にするのもどうかと思うねんけどもね、でもやっぱり YouTuber としてやっていく限り、とか言ってねみんなとこうやって食べるって一緒に動画で食べるっていうのもあっちゃんのコンセプトやからね、これからそれでやっていきたいと思うんだけどね。まあそれでも、まあそんなにむちゃくちゃ太ってるわけじゃないんでね、このまま、この時間でもほんまはもうちょっと早く食べてね、下っ腹を太ってるわけじゃないって言いながらね下っ腹気になるぐらい出てきてんのよ。気痩せするタイプなんよ。だから下腹はへこましたいんだけど、もう冬はいいわ。頑張っていっぱい食べて、美味しいものを頑張ってじゃなく美味しいものを欲望のまま食べて、太っても春になったらまた何かして腹筋でもしてダイエットして落としますね。来年こそは水着でどっか行きたい。結局とって去年も今年も行かれへんかったんけどね、また今年は水着で、ねライブしたりねしたけど、また水着を披露できるようなね新しい年を迎えたいなと思うあっちゃんでした。はい、ダイエット頑張らないぞ。はい、秋はねもういいの、美味しいもん食べる、美味しいもん食べて食っちゃうね食っちゃうねでいいね、それでお正月お餅食べてとことん太って。そこから新年迎えてダイエットに頑張ってみたいかなと思っております。はい、いうことで今日のあっちゃんの朝ごはんこの辺で終わりにしたいと思います。今日のあっちゃんの朝ごはん良かったよと思ってくれたら高評価を、応援コメント、チャンネル登録してこれから見てくれたら嬉しいです。ではまたね、バイバイ。今日も一日よろしくね。